とりあえずその決勝までパパッと行って、はい、でその決勝を2回勝った方が勝ちでいきましょう。わかりました。よっしゃ。はーい、どうすきです。今回ですね、レルさんとですね、スライムクライムタイムやります。で、2先でね、勝負決着つけたいと思います。先に2回優勝した方の勝ちです、決勝戦をね。スライムクライムタイムやったら決勝すぐ来るからさ、それで決勝をもう何でもいいから、あの2回先に優勝した方の勝ちということでね。はい、レルさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、頑張りましょう。はい、まあ、スライムクライムタイムはあれか、あのいっぱい残らないとスライムファイナル来へんのか。あ、18人以上ですかね、多分。そんな感じですね。なんか15人、18人とかね。はい。多かったらもうね、取れてるけども、野良のレベル次第で決勝戦が決まります、これはね。何の部門が来るか。はい。こうやって、ロストテンプルが多いっていうデータあるんですけど、一応他も出るんですかね。止まるな危険クラウンマウンテンとか。ほぼ出ると思います。あ、ほぼ出る。OK です。でもまあ、スライムクライムとか急に以下ならないと絶対いけないから。あ、スライムちゃう、あれクラウマンテン、クラウマンテンね、はい、あれあの前までね、あの2列やったのにね昔ね、なんか3列目とかありましたよ、ね、そうクラウマンテンの3列目ってなんじゃこれみたいなね。3列目いっちゃった時点で負けるみたいなそうまあそれはそれで、まあでもクラウマンテン好きやからね、それでも出てほしいなと思いますけどねOK そこはやっぱフェアになったんですね。だから今回からですか？いや、このシーズン ちょっと前からもなってましたね。なるほどなるほど。結構早めになってましたね、それは。あ、みんな文句言ってたんかな多分そうですね。なんで俺2列目やねんみたいな。いや、なんかもう3列目になった時点で、あ、これ無理やわって結構思う時多かったんで、僕も。なるほどなるほど。来た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 。お。しゃ。わかりました。よし、行きましょう。グラウンマウンテンですね。ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか、レルさん。ゲス。で、負けた方何がエンターテインメント、じゃあ言いましょうね。スタート。わかりました。行きましょう行きましょう。さあまずはこの王道パターン。これね。う、あ、やばい、行かれた。あ、やばい。そのあったレルさん、ここでボール直撃の連絡。さあ、ここから上空からさまざまなボール来ますよ。他の人間たちも頑張ってますからね、やっぱり。俺らだけじゃないから。行って、やめろ、そのボール。ほいほい、ワン、ツー、スリー、フォー。よいしょ。オッケー。あー、でもこれ、せーの、うわ、つかまれた。もうガキがこら何がエンターテイメントじゃなんでやん、今同時優勝でよかったやん。アマンガス俺掴んできたメリットないっすね、あんまり掴む。メリットない、その動画でおもろいだけやそれまあでもやっぱ決めなあかんね。あの2連ダイブのあの1回目って大体半分ぐらいからですよね、なんか動画で見た感じやと。あー、僕はあのダッシュボー、それも1回ジャンプして、そのどこで飛ぶとかは決めてないですけど、はい、ジャンプして次ダイブ入れるタイミング、ああそんなん、ね、合わせてるというか、ああじゃあ先にその直線コースでジャンプしてからダイブで合わせてる、そうですね。いや、それできたらそれは強いわ。特に ここの線から飛ぶとかは、あ、でもダイブでやる人もいますね。僕はジャンプダイブダイブで。ダイブダイブやったら一応線とかあるんですかね、こっから飛ぶみたいな。ああ、ね、ある程度そのそういう方程式があればね、やりやすいですもんね。そうですね。じゃあ行こうか、ロストテンプル。よし、ちょっと頑張ろう。スタート。さあどっちが勝つか。うへっそこはそうですね。そういったら、うち、そうやね。うちやね。そこ結構うち、俺も行きますね。そうですね。ジグザグ。うち強い。あ、で、こっちか。これもう一個縦かな。うん。で、これ右パターンじゃないですか。そうですね。OK。で、そのまま行って、え、違う。うわ、あ、外周。お、外周やから、これもう、あかんやつやないかい。ほい。
うわぁ何がエンターテイメントじゃ。うわすげえ、もう外周に帰ったらもう勝ち目ないよ。いやー素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます、おめでとうございます。最後おまけで一回、はい、やっときますか。おまけで、はい、ということでですね、にさきレルさんの勝利ですね、おめでとうございました。でね、ラストおまけでね、一戦やっていただけるということでね、おまけで一戦いきますんで、それちょっと勝ちますわ。お願いします。よろしくお願いします。よし、よろしくお願いします。さあ、金魔女参戦ということでね、いきましょう。お、金魔女、ほい、いやー、さっきのすごかったな、ほんまに。追いつけなかった。一瞬追いつけるかなと思ったけど、もう外周行かれた時点でもうあかんかったかな。でもその内に切り込むパターンやっぱあるんですかね、あれ。あー、内もありますね。なんか最後、基本的に途中までわかるんですけど、最後だけわかんないです、ね。はい、あ、途中までわかるっていうのが、それがもうね、なんかすげえアドバンテージだなと思って。何なんですかね、その絶対にこっち開かないみたいな、そういう感じですか。このパターンやったらこっちが開かない、こっちの方が多いとかですかね。まあ、多いとか、こっちの、まあ、開かないもありますね。こっちは開かないやろなっていうのは。はいはい、なるほどね。このだから経験からに基づいたっていうことですよね。なんかその攻略見たとかじゃなくて。あ、そうですね、ロステンは自分の経験に基づいてそのデータが出とるからこっち行くみたいな。なんかこっちの確率高いなみたいな。あ、どんなんやねそれ。まあ、それはね、そこまで多分考えてる人間が少ないと思いますよ、そうで、そもそも。ああ、なんかだから、うん、その立ち回りとかも結構ワンパターン化してますね。 こっちが無理やったらこっちみたいな。すごすぎるそれは。もうそんなだってみんなさ、その開かへんかった、運悪かったっていうのが普通じゃないですか。そうっすね。もうデータ化してたらそれ勝てるか。もう怖いけど。さあ、レルさん持っていけますか、ここ。どれ行きます。いや、でも無理か。いや、でも勝てるかもしれん。うん、いけるかもしれん。取りたい。まあ、14名ちょっと多いですからね。よし、頑張ろう。どうしよう。道を切り開くときや。スタート。泣いても笑っても最後の勝負。あかん。おー、早い。うえ、マジで。え、嘘。お前でもたら負けやないかい。終わった。よっしゃ。早すぎ。そりゃエンターテイメントや。いやー無理や。マジが速い。全開きでしたね。うん、もう足が速すぎる。しかもそれもあれでしょ、データで若干ありました。あー、まあ このパターンやろなみたいな。あー、すげえ。もうこれぜひちょっと皆さん、レルさんのロストテンプル講座期待しましょう。ね、ちょうどええ感じに終われそうですわ、ほんまに。それ期待ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、ほんまに今回ね楽しめましたんで、またこちらこそ、またお願いします。本当に、はい、はい。